巨人4の 6DNA、6日、東京ドーム。巨人は投打で珍しくミスが響き、首位の DNA に連敗。2カード連続の負け越しで借金に、5位に転落した。初回、岡本の中前敵地打で先制したが、4回一死からオースティンの3ゴロを坂本が一塁に送球ミス。続く佐野、牧、宮崎に3連打を浴び、2点を失った。 さらに5回一死二塁から渡来の夕五郎門脇が一塁に早球ミス。ピンチを広げると佐野の右前的地打で同点とされた。さらに変わった松井の請求が定まらず、二者連続押し出し支給で勝ち越しを許した。攻撃でも二日の中日戦で二度番と失敗した大城が、またもバントを決めることができなかった。坂本、 角脇となって二人の早球ミスが失点につながる悪循環。坂本はアウトにしないといけない打球だと思うんで、練習するしかないと思います、と猛省した。安倍監督が投手にゾーン内の勝負を徹底してきた中で、押し出し至急二つとミスにミスが重なり、試合後に松井の抹消が決まった。開幕連勝で好スタートを切ったチームだが、なかなか波に乗れない試合が続く。 安倍監督は、ミスしたら勝てねえな、と振り返りながらも、3点を追った9回に1点を返し、なお一発逆転さよならの舞台を整えた打線の粘りについて、最後もすごくいい粘りを見せてくれている。いい形も作れているので、そこは悲観せずに前向きにやってもらいたいなと思います、と話した。